それでは、離陸いたします。順調に、離陸したのですが、部屋で飛ばす時と比べると、挙動不審です。先ほど、ここで、ソロプロ270を、飛ばしていました。これは、ふなっしー、です。天井から、ホコリが落ちてきました。これは、ハッピーセットの、おまけです。千鳥足で、飛んでいます。お酒を飲んだ、帰り道の、お父さんのようです。ふらふら、ふらふら、しています。雪の、演出のような、埃が、綺麗です。ふらふら、ふらふら、しています。ふらふら、ふらふら、しています。クワッドコプターは、マイ RC マートで、購入しました。少し安定した感じです。ふなっしーの近くに行くと挙動不審になります。クワッドコプターの飛行音が聞こえない。そうなんです。実は、後ろで音楽をかけながら飛ばしていたのですが、YouTube にアップしたら、著作権の問題で引っかかりました。そこで、音を外してしまったので、音が聞こえないのです。岩崎ひろみさんの声は、マイクがよく拾います。クワッドコプターについて、わかったことです。クワッドコプターは、天井の高さや、形の影響を受けやすい。ヘリコプターを、飛ばしている時には、飛ばなかった、ホコリが舞ったり、天井高の低いところで、挙動不審者になります。ふなっしーのいるところは、角で、天井高も低いので、近づくと、フラフラするのです。屋根の形に合わせて、天井に角度がついているのも、挙動を乱す原因です。通常のヘリコプターが、地面や壁から受ける影響以上に、クワッドコプターが天井から受ける影響は、大きいようです。天井高のあるところなら、かなり安定して飛んでくれます。